開始します。はい、次のゲームはゴッカレン完成品ですね。さあ、どんなゲームかな。レッドランド、これ違った、ドドンパチ新作じゃない、ドンパチ新作だ。あの大型戦車見覚えあるぞ。しかしアイテムがないな。来たぞ。ガガク。あー、戦車だ戦車だ。多分なんつうかこう家庭用移植版みたいな難易度だね。もうあれでもこの上の難易度は多分あるんだろうけど解禁してないんで。メタルシェル、ドリタスっていうかドンパチ。俺の中ではドンパチなんだけど。ゴム折れてるか。とりあえず今んとこぬるいから死にたくないな。なんかこうゲーム難易度がほどほどの、 この優しさのため逆に死にづらい。大型は倒すとか面全体のまあ。
ボム撃とうか迷ったんところでめっちゃ油断した。あれ、これまだ2面だよね。なんかステージ高いな。あ、あ、やばい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 、残機ないんじゃない、残機ないんじゃない、ヌルクジ、やっぱ左右のパーツ、左右のパーツがどう動く、どう動く、ちょ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 、難易度上がってきた。おうふう、撃っちゃった。多分ね、こう見ててお分かりの通り結構苦手です。ゲーム中やってる人なら一発クリア余裕なんじゃないかな。弾速上がってきたな。なんか、あの砲台あたりのグラフィックおかしくない？大丈夫？なんか灰色ってるけどね。そういうグラフィックかね。ちゃんと処理を注意してくれる。ヘリ機体ないの？ヘリ機体。この赤高速機体じゃないの？緑機体ないの？緑機体。初プレイ赤機体結構きついな。警告。あ、なんかこのステージ短かったな。天候。高いの。ボムないの。残機もないの。壊しちゃいけないとこ壊したくさい。ちょっとコーテにする。怖いな。
オーロラレイ。ボムない、ボムない。いけないか。いけないか。いける。いけない。本当だ。あ、なんかそこはやってほしかったね。一の位のコンティニューで。ああ、取り立つっぽさがあるのはもしかしたらあれかも、 HSP だったから。そういえば、今も死んだの悔しいな。絶対ジェット降ってくる。ちゃった。俺いつかあのさ、あの機体の真ん中からジェットが来ると思ってたんだけど、来なかった。ここの穴から。すっごい警戒してたのに来なかった。してやられたな。絶対撃ってくると思ったんだよ。あれ、私動いてる。なんかローディングが入ってこないな。見てる。画面だから、あ、終わりかな。
しまった。まだここで逃げる回数ないのか。中ボスはまだか。え、縦穴当然のように最終面って言ったら穴だよねみたいな。中ボスなしでボスか。カレン、ラスボス臭いな。これ新ボスがラスボスがカレンってことは新ボスがゴッカレンなんだね。そして死ぬ。この弾に当たったらなんか恥ずかしい気がする。よし、よく切った。なんか、こう、避けないと恥ずかしい弾が来ると恥ずかしい。緊張する。カレンは去った。脅威は去ったのである。カレンは散ったか。この、本当もなんか、いいね。コンティニューせずにノーマルクリアしましょう。マジか。でもさ、コンティニューせずに行くとあれでしょ、どうせ新ボス出るんでしょ。ということでゴッカレンでした。